皆さんこんにちは、町のレッスンスタジオ川船です。僕は喫音症なんですが、今このような喋り方にまでなることができましたので、自分の行った改善方法等をご紹介しております。そしてですね、今まではここがつっかえる、詰まるような感じ、というような、こう苦しいような感じで声が出にくい方向けの動画っていうのを多めにアップしてきたんですけど、今回はですね、その全く真逆でですね、空気は出るんだけど言葉、声が出ないという方向けの動画を皆さんにご紹介しようかなと思います。でですね、その症状としては、空気は出てるんだけどそれが声になかなかならない方向けということですね。そのテーマ自体はこのようなテーマになります。空気は出るんだけど声は出ないよという方、ちょっと試してみていただきたいなと思います。ですので、今回の動画に関してはここが詰まる、となる方は、別の動画になりますので、概要欄にリンク貼っておきます。そちらをご覧ください。では、もう早速単刀直入にやっていきたいと思います。まず、空気は出るんだけど声が出ないぞとなった時、まず、何をしてほしいかというと、これを真似してください。そうですね、呪音ですね。この声を真似していただきたいなと思います。で、もしかするとこの声自体ができない可能性があるんですけど、これはまず何をやっているのかっていうと、どうしたらいいかっていうのがわからないと思うんですけど、まず真似をしてみてください。で、女性の方もそうですけど、僕の音程に合わせる必要はないです。こう声がブツ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 って切れているような感じの声を出せるようにしてください。まさに呪音なんですけども、という声を出せるようにしてください。で、そこからどうするかっていうと、その声がと出るようになったら、ゆっくり声にしていきます。で、そこから何か言葉を、あいうえおだったら、あいうえおとか言ってみてください。それでまずこれをする必要があります。言葉自体は、エッジボイスというボイスになるんですけども、これは、声帯が何でしょうね、完全に閉まっているわけではないんですけど、ちょっとの隙間からやっぱ空気が漏れると、声帯がプルプルプルと震えるんですね。で、そのプルプル震えている状態で、声が細切れになっているというようなイメージで言っていただけるといいかなと思います。で、声が出ていず空気だけ出ている状態と、これを、繰り返していくとですね、ここがクッとこうなんか少しだけ動くような感覚がつかめると思います。それが、きちんと声帯が閉まって空気がはーっと漏れない状態になるので、声が出しやすくなるというイメージですね。で、ただ一つだけ注意点があります。これ本当に大事なんですけども、このエッジボイスをやるときに、あーというふうに喉が痛い、あーという声には絶対にしないでください。僕ちょっと今これやっただけでもちょっと痛いってなるんですけど、で、その絶対にそれはやらないでください。あーと喉を締めるのではなく、あーというふうに楽にポッとずっとなるようなイメージでやってみてください。ちょっとこれね、皆様一人一人の症状が違うので、それ合ってるよ合ってないよっていうのが言えないのが申し訳ないんですけども、まずはもう第一に喉が痛くならない、これが本当に大事ですので、これを注意点にしていただいて、呪文のような声を出す、そして喉が痛くならない、でそこから、ここがクッと締まる感覚を身につける、この3つですね、これを意識してぜひやってみてください。はい、また空気だけ漏れてしまうという方向けに、お面動画アップできればなと思っておりますので、もしよろしかったらまたご覧ください。それでは今日はご覧いただきありがとうございました。